さあ行くぞ。はい、じゃん一人一しゃもじじゃんと、一人今一台ずつ鍋を持ってます。圧力鍋と炊飯器全部で27合、全部で27合炊いてありますので27合が何キロかピンとこないんですけど9キロくらいです。9キロの米を今からここに出していきます。はい、ほい、はい、準備ができました。なんと大変申し訳ないんだけど、はい、足し算をしてみたところ約20キロあるみたいなので、1人7キロ換算くらい。せーの、いただきます。よっしゃー、行くぞ。食べましょう。どこから行こうか。でもその食べる前にちょっと1個だけですか。はい、あの1個ちょっと今日持ってきてまして、はい、いいですか、出しても。どうぞ。何を何探検するのこの山を探検するの。探検しようかなと思いました。あ、いいね普段絶対見れない映像を撮ろうかと。あ、いいね、いいね。あ、たまごタイム、たまごタイムで、たまごタイム持ってきちゃって ありがとうございます。めっちゃ食べにくいんですけど大丈夫ですか。なんかあの、六輪車のやつみたいになってるよ。六ちょっとこれで六輪車かな。ただあの、多分序盤しか無理なんで、はい、あ、そうね、後半はちょっとだから序盤やって後半なんかもう面白そうな絵があったらもうこれでいいんじゃない、手で持ってちょっとこの感、この感じを皆さんにどう見えてるかっていう。あ、そうだね、うん、そうだね。ちょっと多分こんな感じでちょっとどう見えてるのか僕は見えてないんですけどこんな感じで、そうそう、もうちょっと舐めるようにこう言ったらどうなんだろうね、実際どうなんだろうね。うわもうね、もうね、画面が全部なんかなんだか分かりませんわでかすぎて。あの序盤だけ、序盤だけこんな感じで、うん、お腹に匂いが良くなったら外します。はい、はい、ではでは、はい、食べていきますか、はい、よし、じゃあもう好きにどうぞ。まだ美味しそう。ちょっと食べやすいサイズには切ってるから混ざりはするかな。いただきます。うん、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 タコライスです。あ、おいしい。タコライスです。いい感じの、うん、一口目とかはね、全然元気だったけどね。あと30分後どうなってるかっていうところですよね、うん、ちょっとお部屋の内装をこんな感じで、うん、視聴者にこう伝えないと伝えるべく。ラスカル探検隊が。よし、次もちょっと絵に動きがないので、こいつを頑張っていこう。いや、あ、トロトロだぜ。あ、すいません、あの、いいですかね、これすいません、ここで割と序盤で割と序盤でもあー、すっきりした。食べよう、食べよう、いきましょう。あっちから行こうとすると、とっても遠いやん。とっても私。あ、来ます。うん。へい。おっ。はい。うん。これなんだけどさ、一さじ。こういく。いいですね。なあ。でも多分他の大食いの方に比べるは全然。うん。あ、美味しいホットソース。あ、いけますか。めっちゃ辛くないよ。なんか
れを注意して。あ、はい。いつもやるんですよ。カレー。白いの着てきてるね。美味しいからやっぱ注意散漫になっちゃうっていうのは、うん、それはやるよね。みんなの弟感ですから。手のかかる弟だな。いや、そんなことないです。結構減ってきた。なかなか意外と。4段階ありますからね。4段階そろそろ1段階ぐらいは今いないと、うん、では準備してきます。すごっ。いただき。チーズダクもいいとこだ。
のお父さん。なんか炙る仕事してました。炙る仕事。締めサバ。炙りニスト。炙りニスト。アルピニストみたいな。山登るのかなって思っちゃった一瞬。仕事思い出しまして終わるぞって時の そう、お腹いっぱいだけど顔面がずるい顔面がずるい顔面がずるいこういう絵ってあんまないんじゃない？あ、確かにないんじゃロシアンさんがあったら今度ロシアンさんの需要が下手くそ私下手くそサブバイヤー下手くそちょっと誰かのサジに乗せよう。すごいなくなった。わーい。はい。もうあんだけあったのがこれだけになりました。じゃあいただきます。うん、残りましたI'm sorry.